この時間はファジアーノ岡山対セルティック、こちらの一戦をお届けいたします。スタジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。ファジアーノ岡山対セルティック、サイドをご紹介しましょう。左から右に岡山、画面右側がセルティック。ふわっと裏を狙う、いけるか、ボールが上がる、縦へのボール、さあチアゴアルベス、シュート、いやー、ロジッチ、ロジッチからターテのボール、宮崎、これ仕掛けるか、さあ左サイドへ、クロスが上がる、このパスは流れてしまいます。ロジッチ、右サイド上がっていく。今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。プレスからボールがこぼれる、長いボールを送ります。宮崎、ここはルーズボール、ロジッチ、両チームまだスコアレスです。このファーストハーフ、ボールの奪い合い激しいものがあります。丁寧に足元を使う、仕掛けるか、さあ上がる、頭、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。サイド崩されましたよね、突破されて、すでに守りきれてないですよね、今のは。チアゴアウベスからの、ここで長いホイッスル、前半終了です。前半0対0。北澤さん、前半の印象をお聞かせください。消耗してきている中で選手起用、そういった形でどうするかですよね。もう本当に変えることによってね、それ本当に勝負どころになる可能性ももちろんありますしね。ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。ファジアーノ岡山対セルティック0対0のまま後半に入ります。さあ後半キックオフ、両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。
一旦前を取る、この位置で受ける、ここは間合いを取る、いけるか、シュート、先制、セルティック後半にゲームが動いています。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。さあセルティック先制1対0です。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね、シュート、岡山、いや早かったですね北澤さん。いやこれまたすぐ追いつきましたよね。今日はなかなか動きのある展開になってますよね。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。岡山同点に持ち込みました。よく取り返しましたね。このままいけば流れ変わりますね。はい、前田サイドを使います。足元大事にいきます。もう一つ前に行きたい、ここで丁寧にコントロール、クロスを入れると、これは合わせたかったですよね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。何か両チームとも無得点だった前半とは別のチーム、シュート、ボールを受けて、さあ左へ預けて中央へ、これを拾いたい岡山、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。これ下げるか、パスを出す、来た、シュート、勝ち越し、セルティック、いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。今日2点目のゴールです。さあセルティック、ここでリードを奪いました。セルティックとしてはこれで安心して引いて守れますよね。そうですね、大きな1点ですよね。はい、川野、さあつながるか、中に入れる、このクリアボール拾いたい、もう一度上げる、打った、シュート、決まった、追いついた岡山、このままじゃ終わらない意地の一発、これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。いやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。
相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。チアゴ・アウベス、今日2点目です。さあ岡山、もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。最後まで粘っていればね、必ずチャンスは出てくるということを見せてくれましたよね。はい、ここで丁寧にボールを扱うロジッチ。このパスはキーパーへ。キーパー急いで蹴り出しましたが、ここでタイムアップ。2対2、両チーム引き分け、同点のまま試合を終えました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。両チームがお互いの持ち味をしっかり出していましたよね。目を見張る場面なんかもいくつかありましたから、引き分けとはいえ見応えのある試合内容でしたよね。そうですね。スタジアムを興奮のルツブへと叩き込むという試合展開でした。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。2対2、ドローで終了しています。